キチャンネル。さあ月曜日です。総チェックということで、もう夏休み皆さん終わりましたか？ね、もう皆さん登校中ですか？ね、ということでね、8月も終わりましたけどもね、まあ残りもうね25試合ぐらいね、全チーム切ってきて、まあどうなるのかっていうところでね、まあ優勝、セリーグは優勝争い、パリーグはねクライマックスシリーズ争いが激化している中で、今日も総チェックやってまいりましょう。まずはパリーグからね、まあ金曜日の試合ね、セリーグの全球場は台風の影響で中止になりました。はい、火曜日ね、ロッテ対ソフトバンク6対2でロッテの勝利ということで、ソフトバンク先発有原5回97球9安打3三振1四球1デッドボール5失点というところでロッテに11連勝してたけども連勝ストップね。でロッテ先発佐々木朗希7回101球3安打7三振2四球無失点というところで、まあ、佐々木朗希はねこの日ねスライダー、もうとにかくキーポイントはスライダー、カウント取りもスライダー多かったし、ツーボールになってもスライダーでカウント取り、しかもその制球が良かったっていうところもあるし、まあ、前回までねちょっと仕留められたっていうね、ちょっとまっすぐ狙われたっていうところもあるし、もう何でもかんでも投げときも抑えられるっていうところでもね、相手も慣れてきてるっていうところもあって、まあバッテリーもスコアラーも含めて、まあミーティングしてね話し合った結果、まあ、頭にないところっていうところでスライダーをね、軸に使って抑えたっていうところでは非常にねクプチね。でソフトバンク打線もね、まあ、終盤ねマセキがやっとスライダー打ったっていうのもあるけども、そのスライダーにね全然対応できなかったっていうところを考えたら、序盤でねこのカウント取りのスライダーを狙っとけばね、もうちょっと状況変わったかなっていうところはあるけども、佐々木朗希佐藤のねバッテリーにまんまとやられたなっていうね、これ配球も含めてね、まあ、ストレート対応することなく変化球ね中心で、スライダーね特に、中心的だったこの配球ピッチング非常に素晴らしかったと思います。7回無失点で抑えた全ての要因はスライダーだったとね思います。でソフトバンク先発有原ね、全体的にちょっとまっすぐの力切れなかったかなと、で変化球が高めに浮いてそこを仕留められるっていうところもあったし、もう全ての球打たれたからね、ちょっと全体的に調子悪かったかなと。だから8月ね前回のロッテ戦完封したけども、それ以降それ以外の4試合は全部失点5失点してるから、ちょっと何か疲れなのかメカニックなのかわからないけども、ちょっと一回リフレッシュも含めてね全特化していかないと、ちょっと苦しかったね、全部通用しなかったっていうね。まあそういう中で6回はね、ロッテは2回2アウトからね、佐藤としては内野安打、これはもうねクリからねもうギリギリ追いついたっていうところだけど、あれは仕方ないね。でその後今季ね久しぶりの昇格、1軍昇格したばかりの安田がセンターオーバータイムリーです。安田この1打席目にね安田も打てたのは気が楽になっただろうね。で小川内安打、そして藤原のタイムリーっていうところで2点先制で、3回にもポランコのタイムリーで、4回にはね、藤岡のタイムリーツーベース、そして外のピッチャーゴロをファーストの山川浩一、もうここら辺は集中力切れてるね。で6回では外のタイムリーとね、もう効果的にねもう本当有原もなすすべなくっていうところで6失点はきつかったかな。で9回にね山川のツーランホームラン、ここでピッチャー東ね、これ放送中何度も言ったんだけども BS12 でね解説してて、クイックが速いのはもう分かったと、でもずっとクイック一辺倒だと相手慣れてくるとね、いくら速くてもね、だからそういったところではクイックで投げるのも一つね、ゆっくり足上げて投げるのも一つっていうところで、そういうねコンビネーションをつけることによって相手がタイミングより取りづらくなるから、もう今ねもうクイックありきで投げてね、もう山川の初球とか棒球ど真ん中だからね、コントロールほぼ無視してるように見えるから、なんかもうクイックに取りつかれてるね。だもうちょっとゆっくり投げたりタイミング変えたりして投げるとより効果的になるから、そういうの取り入れていかないとちょっと頭打ちになるね、能力がねもっと伸びしろあると思うから、そういったところもねちょっと2段モーションで投げたりとか急にクイックで投げたりとかっていうところのフォームでのねこのタイミングのずらしっていうのをね、速さだけが全てじゃないからね、逆にゆっくり投げるのもいいからね、だから阪神の大竹みたいにねそういうのも取り入れていくとさらにねここはコントロール重視やとかねメリハリつくと思うんで、もうちょっとこのねもうクイック一辺倒はねやめた方がいいね。なんか伸びしろがね頭打ちになりそうで、もっと可能性ねあると思うのは東のね伸びしろとして考えた らそういうのもね取り入れていった方が本人のねためにもなるんじゃないのかなと思うところはありますけどね。まあ、結果ね6対2ロッテのね完璧な勝利でも、9回に山川のツーランホームラン、これがね土曜日の試合どう影響するのかちょっと心配だった9回でしたね。ロッテ対ソフトバンク、31日の試合1対4でソフトバンクの勝利というところで、ソフトバンク先発シュワートジュニア7回106球7安打7三振1四球1失点でクペッね、まあ相変わらずねフォームのバランスもいいし、まあ立ち上がりねちょっと制球が結構見られてたけどもね、尻上がりね変化球のナックルカーブチェンジアップ系、まあフォークかな挟んでたからね、制球が良くなって変化球のストライク取れるようになってからもうロッテ打線は対応しきれずって言ったところかな。でロッテ先発メルセデス6回104球5安打5三振4四球3失点っていうところで、まあメルセデスが投げると援護点を取ってくれないっていうね噛み合わせが悪いね。
その中でもうこの試合のポイントはね、もう攻撃守備ねに渡ってもポランコっていうねところになりますけども、初回ね、ロッテは、藤原京太がね初球をライト線ツーベースで、藤岡がタイムリーツーベースで1点先制で、外のセカンドフライねで、角のこのライト前ヒットでワンアウト一三塁ビッグチャンス、ここで5番ポランコが363ダブルプレー、ここで犠牲フライで1点でも取れてればもっとね状況変わったかなっていうところはあるけども、そしてすぐさまね2回の表、近藤がね、レフトスタンドでホームランで同点っていうところでね、で、続いてソフトバンクはね、キックを破る、6回表ね、山川フォアボール。で、ワンアウト一塁からね、近藤のセンターへのツーベースっていうところで、やっぱここら辺のポランコの守備がね、やっぱ遅いんち鈍いんだよね。で、ランナー二三塁になっちゃって、まさきアウトになるけども、ここね、まさきが初球ピッチャーフライでアウトになるけども、この7番石塚がね、そこでね、初球、まさきがアウトになっても、続いても初球を打ちに行くっていうね、この積極性、グバッていくね。若干高めのね、甘い球になったけども、ボール球でしたけど、強振してね、レフトとショートのちょうど間に落ちるポテンヒット。ね。で、ここでセカンドランナー今度もホームに当たって、まあ、ここもやっぱりね、ポランコじゃなかったレフトどうなんやっていうね、ところもやっぱ目につくんだよね、このちょうどね。で、7回にはね、岩宮の、ホームランで、4対1。で、まあ、このまま逃げ切り勝ちっていうところでね、やっぱりね、もう、レフト、ポランコ、もこっ、ロッテで言えばね、こっからの終盤の1勝1敗ってかなりね、さらに大きくなるわけ。しかも、良いも目の前見えてるからね。そうなってくると、わざわざポランコを守備につかせる必要は俺は全くないと思うんだよね。そう考えると、もう、ポランコ DH、外ファースト、で、安田がね、状態いいから安田がサード、もうこれでいいんちゃうかと。で、外野をね、藤原、で、まあ、角中もいるし、ね、レフトに荻野をね、入れてもいいし、ね。まあ、山口、まあ、和田っていうところもね、いるしね。そういったところで言うと、このね、ポランコのレフトの守備はね、もうこのシーズン終盤ね、さらに一勝が重みになってくるところで、俺はやめた方がいいんちゃうかって思いますけど、ファンの皆さんどうですかね。で、ソフトバンクはね、この試合勝って、着実にね、マジックを減らしていってます。ロッテ対ソフトバンク9月1日の試合2対10でソフトバンクの勝利ということで、このカード2勝1敗でソフトバンクの勝ち越し。マジックを着実に減らしていって、もう9月半ばには優勝かなっていうね。ところで、ソフトバンク先発石川ね、6回104球、8安打6三振、無四球無失点と、制球も素晴らしかったしね、変化球のね、精度も良かったし、非常にね、素晴らしかったと思います。ね。そして、ロッテ先発種市、3回89、4安打5三振、3四球1デッドボール4失点と、なんか内転筋のなんか違和感で早期降板になってしまいましたけども、ソフトバンクは3回表ね、ワンアウトからシュート3ベース、ね。そして今宮のサードゴロの間にシュートをホームでアウト、ここはね中村翔子ぐっすろね、これでねこの回0点かと思ったけどもね、栗原フォアボール、そして山川のところで悪送球フォアボールだから、もうここら辺はひょっとしたらおかしかったのかもしれないね、足がね。で、近藤がタイムリーツーベースを打って、で、正木がねタイムリーヒットで一気に4点先制ね。で、その次の回からね、とあの東に変わるからね。で、5回に近藤ホームラン、もう近藤復活したね、完全にね。で、7回にはね、まさきのツーラン、そしてシュートタイムリー、で、栗原タイムリーっていう形でね、もう一気に10対0ね。で、最終回にね、ロッテは、安田の、タイムリー7アンダー、友杉の犠牲フライ2点返すけども、まあ、やっとって感じかな。だからそうやな。ロッテで言うと、この2回の裏、0対0でいってるところで、ワンアウト1、3塁、これ中村三振、安田三振だけども、ここで1点でもね、取れてれば、ひょっとしたら何かが変わったっていうところはあるかもしれないけども、まあ、これ多分3回途中で絶対谷口おかしくなったね、足ね。いきなり悪くなったからね、これはおかしい。まあ見てて分からなかったけどね、この試合ハブでね、ハブの、新浦安店で、パブリックビューイングね、してましたけども、トークは盛り上がりました。ありがとうございます。またね、次回何かありましたらご来店ね、お待ちしてます。はい、ということで、ソフトバンクとしては完勝。そして、近藤がね、2試合連続ホームランを打って、これはまあちょっとね、スランプから脱出しそうな勢いでしたね。まあ、ホークスとしては2勝1敗勝ち越し、ロッテとしてはここからね、もう本当に A クラス争い、死守に向けてね、どういう戦いを待っているのかっていうところではね、厳しい戦いがまだまだ続きそう。楽天対オリックス、0対2でオリックスの勝利というところで、オリックス先発ソタニ、6回85球、6安打4三振、無四球無失点、スライダーフォーク、特に変化球良かったね。それをもうしっかり投げていって、6回レフはね、見事、グッピチングね。その後山田、ペルドー、マチャだとね、ランナー出すけども、しっかりレフで抑えたっていうね。で、楽天先発藤井、7回104球、7安打3振0、1四球2失点と、お出し取るピッチング。まあ、これはもう仕方攻められないね。
いいピッチングしたと思います。初回ね、オリックス先制というところで、先頭広岡レフト前ヒット、北が送りバントね、ここでもフライでアウト、こいつもきっちりやらなきゃというところでね、その後大高ね、ライト前ヒットでワンアウト一三塁でチャンス拡大して、森の犠牲フライで先制。ここはね、よく後ろが構わしたかな、というね。で、2回にもね、先頭セディーのフォアボール出るけども、後続続かず、ね。で、3回、もうヒット出るけど続かず。で、5回にね、先頭横浜ツーベース。で、若月送りバントきっちり決めて、ワンアウト三塁から広岡のね、タイムリー2点。まあ、これをね、しっかり逃げ切ったっていう形だけども、まあ、楽天もね、ランナー出すんだけども、連打が続かないよね。1回、2回と先頭ね、小深田、浅村とね、ヒットが出るけども、後続続かず。で、3回ね、もうヒットも出るけど続かず。で、で、6回。こう、やっぱ問題はね、俺6回だと思う。ね。先頭村林が、サードゴロ、横山悪送球っていうところでランナー出て、で、辰巳が、ライト前ヒット。で、ノーアウト1、2塁。やっぱりね、もう終盤になったら形とかね、打順とかこだわることなく、まあ、こう、4番、阿部だけどね、最近打って、もう状態いいけども、やっぱ勝っていかなきゃいけないんで、その後浅村鈴木大地が控えてる。まず同点。しかももう終盤入ってきてる6回裏。やっぱここ阿部はね、まあ結果論になるけどもね、まあ打ったらよかったけど、まずはっていうとこ考えたら、俺は送りバントだったと思う、ここで。で、その後浅村鈴木大地で最低でも1点ね、うまくいけば同点っていうところで持っていって、まあその後ね、浅村ヒット打ってワンアウト満塁になるけども、鈴木大地ブランコ続けず0点なんだけども、まあ俺はここは楽天ファンの皆さんどうですか？ここは俺はね、まあ結果論になるよね、終わった。打っときゃどうなんやってなるけども、いや、そのリスクもね、いろいろ考えてやっぱ同点になる、最低でも負けてるからね、やっぱここは送りバントで浅村、しかもその後浅村鈴木大地控えてるからね、この阿部は送りバントでよかったんちゃうかなっていうね。で、9回もまあ2アウトからね、ランナー2人出るけども、辰巳がライトフライで、得点できず。で、8回にもね、2アウトからランナー2人出るけども、小郷がね、セカンドゴロっていうところで、まあ7回、8回もね、チャンス作りながら最後1本出ない。まあ2アウトだったから苦しいけどね。まあ、6、7、8とね、チャンスも作りながら1本出ない。まあここはね、オリックスがよく踏ん張ったなっていうところもあるけども、やっぱ6回の勝負手は6回の阿部のあそこはバントか強行策か、まあ強行でいってね、結果出ればよかったけども、バントでもよかったんちゃうかと思いますけども、楽天ファンの皆さんどうですか？まあ結果ね、まあ、これ A クラス追いかけていかなきゃいけないところでね、まあこれを今下位に沈むオリックスにね、負け越すわけにはいかないっていうところで、まあ初戦完封負けはね、楽天取ったら痛い。オリックスはね、まあいい形。ちょっと横山が守備でバタつくけどね、そこら辺気になるけどもね、そういったところ、まあ修行だからね、まあ来季に見据えてね、いろんなこともね、まあ紅林がショートにいるからショート入れないっていうところもあるからね、まあいろんなところを守りながらね、頭角を現していくためには、まあね、ミスも仕方ないからね、思い切ってやってもらいたいと思います。楽天対オリックス、6対0でオリックスの勝利ということで、オリックスの2連勝、楽天はこれね、ロッテがもたもたしてるところで A クラス一気狙いとかいうところでオリックスに2連敗を痛い。オリックス先発宮城、5回115球、5安打7三振、2球無失点で5ペッチ。ね。楽天先発岸、5回114球、8安打7三振、2球1失点。まあ踏ん張ったけどね、リリーフの湯気、松田とね、2人で5失点踏ん張り切れずっていうね。まあオリックスは4回ね、頓宮のカーブをね、引きつけてね、なんとかね、引っ張り込んでレフトスタンドホームラン。ね。で、6回でもね、北がタイムリースリーベースっていうところでね、まあ、これもね、こいつ、まあ、ツーアウトだからね、あれはもうアグレッシブに突っ込んできてもよかったかなって俺は思うよね、正直ね。ノーアウトだとかって話変わるけどね、もうツーアウトだしね、もうあれは仕方ない。勝負のね、駆け引き。ね。で、7回にもね、西川、紅林の連続タイムリー。で、8回にも、森のタイムリー。そして西川のタイムリーでね、一気に6対0。まあ、楽天としては5安打だからね。まあ、強いて言ったらこの初回、ね、村林ヒット、小深田送りバント。で、辰巳がレフト前ヒット。で、ワンアウト一三塁から阿部のフォアボール。で、ワンアウト満塁から、浅村三振。で、小郷サードゴロ。ここでね、1点でも取れてたら状況がね、ちょっと変わったかなっていうところはあるけどもね、これはもう宮城の好投でね、完敗っていうところじゃないですか。楽天としてはね、かなり痛いね、2連敗。これカード3連敗すると痛いですよっていうね、ところの強度なるのか。楽天対オリックス、1日の試合2対6でオリックスの勝利ということで、オリックスはこれ3連勝ね、楽天に。で、月曜日のね、試合があるということで、このカードオリックスがもし4連勝するならば一気に楽天に4ゲーム差縮めていくからね、どうなるんやろうっていうね、この日もね、オリックス先発エスピノザ4回79球4安打2三振6四球2失点とちょっと制球苦しいんだね。その中でよく2失点で踏ん張ったなっていうね。で、楽天先発コジャ5回86球5安打2三振3四球無失点とね、ここはいい形のピッチングになったけどもね。で、楽天は初回ね、
オゴライト前ヒットで、ここでね、オゴ盗塁で、ここがフォアボールで、ノーアウト一塁から辰巳が463ダブルプレーで、ツーアウト三塁、ここでね終わったかなと思ったら、浅村のね、4番浅村のタイムリーヒットで1点先制。お、これいい形やなと。の時に3回裏ね、小郷小深田連続フォアボール、辰巳センター前ヒットで、ノーアウト満塁、ここでもう一本っていうところで浅村ねダブルプレーで、まあ1点入るけどね、5回裏ね、またも小郷ね、小深田連続フォアボールでノーアウト1塁、ここからねピッチャーがエスピノーザから鈴木浩に変わって、辰巳浅村鈴木大と三者凡退、こう1点取れずね、鈴木浩グッピッチね、ナイス。まあ、ここがね一番のキーポイントだったね。この5回の裏、楽天が追加点取るか取らないか、これがこの試合のねキーポイントだったね。でそして6回表ね、ピッチャー小手から渡辺翔太に変わったところ、森センター前で西川レフトツーベース、西川ね2戦連続4安打素晴らしい、グッバッキーね。でノーアウト2、3塁から頓宮がねセンターにタイムリーヒットを打って、でノーアウト1塁、紅林送りバント、北三振するけども若月がレフトにタイムリーヒットで勝ち越しで、9回にもねピッチャー、鈴木空ね、先頭広岡フォアボール、これ痛かったよね。で西野の送りバントで、また太田がフォアボールで、ワンアウト一塁から森がね、レフトへタイムリーツーベース、これレフト無投万歳バット、普通のレフトフライ。その後西川もねレフトへタイムリーヒットで一気に3点で6対2ゲームセット、記憶に残らないエラー、痛いね。だ逆に言うと楽天はね、まあオリックスはね、その楽天投手陣がフォアボールを与えてくれて、それをねしっかりねタイムリーで返せた。逆に楽天がフォアボールでチャンスくれたのに一本出なかったっていうところがね、この試合の大きなねポイントになったかなと思います。オリックス3連勝、これオリックス4連勝だと楽天どうだよ。まあロッテも負けてるからね、ここら辺まだ団子の A クラス争いが続きそう。西武対日本ハム、2対5で日本ハムの勝利というところで、日本ハムはね、もう2位固めね、エスコンフィールド、そしてまさかのね、ソフトバンクに逆転するっていうね、ところで言うとね、一気にね、こう最下位西武に渡ってはもうね、全勝ぐらいしたいっていう気持ちのね、中でのっていう中ではね、日本ハム先発加藤、6回90球、8安3三振、1デッドボール2失点とね、まあなんとかね、粘りながらね、しっかり抑えたかな、最低限ね。で、西武先発松本、3回43球、1安打4四球3失点、これ4四球痛いよね。まあ初回もね、水谷レイエスね、フォアボール2個も出して、まあ失点しなかったけどもね、3回表ね、タミヤ、そして郡司にフォアボール2つ出して、ワンアウト1、2塁でね、ワンボール、ワンストライクからね、高めの釣り玉をね、ちょっと高め外したところをね、清宮がしっかり上からかぶせてね、宇宙間へスリーランホームラン、清宮頑張ってね、あれをやっぱ持っていかれるってことは、松本もちょっとまっすぐの力がねなかったのかなっていうね。で、日本はねそのままね行きたいっていうね、勝ち逃げ、まあなかなかね、日本も全体的に6安打だからね、なかなか連打がねついたわけじゃないけども、6回裏ね西武先頭シャトーがねショートに内野安打、ここ神かばったね、球際ね。で平沼センター前ヒットで、ノーアウト1塁から外崎送りバントするけども、こうキャッチャータミヤね見えるやん、自分から取りに出たら、あんなサードもう一回見る必要もなくて絶対サードセーフやん。そしたらもうさっさとファースト投げやから、そんなゆっくりしてる場合ないんで、しかもゆっくりしてね、外崎走っていって、でファースト悪送球タイムリーエラーで、ノーアウト1、3塁ね、バッとね、ここでねつなぎ変わりたかったね西武はね。ここで代打元山がね、643ダブルプレー、こうダブルプレーの間にね2点目取るけども、ここでつないでつないでいってね、最低限追いつきたかった。で日本も良かったのはね、3対2になって1点差になった、その後7回表にね、ワンアウトから松本フォアボールで、タミヤここセーフティーバント、こうピッチャーやんね、だからもうやん、もうね投げるだけだね、投げる以外のことは何も技術がちょっと低いで身についてない。ここもちょっとゆっくり来てね、ファースト内野安打になったし、で、ワンアウト一塁でね、セカンドランナー松本、ファーストランナータミヤね、ダブルスチール。一回見て終わったらゆっくり足上げるっていうところで、ね、で、まあ、ね、水谷三振取るけども、郡司がね、レフト線タイムリーツーベースで、一気に5対2、これ郡司、グッパッティ。でも、いや、もうほんま、まあ楽しそうに野球してるけどね、でも投げること以外がちょっとレベルが低すぎる。もっとそのフィールディングとかね、間合いとか牽制とかね、そういったところをもうちょっと勉強していかなきゃいけないね。まあ伸びしろは抜群にあるけどもね、そういったところではちょっとね技術不足っていうのは否めなかったかなっていうね。でまあね、西武はね、7回先頭ここが出るけども、源田がダブルプレーね、で8回三者凡退で、9回もね三者凡退で、シャットアウト負けっていうところで言うとね、日本ハムはまあ取るべき時にね最後1本ポンって出てね、勝ち切ったっていうところは大きな勝利だったと思います。若干ちょっとミス目立つからね、もう日本ハムは本当ミスだけが今後ね焦点になってくるから、そこら辺はねしっかりね気をつけてね、ミスね減らしてね、一気に上にね食らいついていきましょう。
西武対日本ハム31日の試合2対1西武の逆転勝ちっていうところでね、1勝1敗の五分になりましたけども、西武先発今井ね、8回115球5安打5三振2四球1失点と、まあ、このままね負け投手になるかっていうところでね、まあ、踏ん張って投げたところでね勝ちっていうねご褒美がやってきましたね。で日本ハム先発バーヘーゲン7回88球2安打4三振1四球無失点でグッピッチ、これはね非常に良かったけども、まあ、日本ハムはね7回表先制っていうところでワンアウトからレースレフト前ヒットで郡司のライト前ヒットで、ここでファーストレースが三塁へグッとナイス走塁。でも西武の守備はあの打球であのレイエスのねセカンドベース回ってからエンジンかけたっていうね走力上げたっていうところで言うと、あれを三塁化しちゃダメだよね。でワンアウト一三塁になって上川端の時に初球ねセーフティースクイズ、ファーストイラン沼もアグレッシブにいったけどねちょっと処理できずっていうところでね、まあ1点先制、まあ日本もねこのまま逃げ切りたかったっていうところはあるけどもね、8回の裏ねバーヘーゲンから生ために変わって先頭殿崎ツーベース、昼間が送りバントを決めてここがアウトになるけども代打栗山ね、でここでピッチャー川野に変わってなんと初球栗山思いっきり踏み込んでいってね、若干離れてるけど思いっきり踏み込んでいって踏み込んでバチコーンってねプルヒッター気味に引っ張っていってライトスタンドで代打逆転ツーランホームラン、クッパって素晴らしいナイスバッティングビッグねえ。まあ、ここは日本ハム仕方ないよね。生ため。ねえ、カーノ、これはもうね、別に系統見せても、まあ、これはもういつも生ためもここまで頑張ってきたカーノもね、ここで行かないでいつ行くっていうところだから、これはもう打ったね、栗山を褒めるしかないなっていうね。で、このもう2対1でね、西武逆転勝ち。ね、今井にも勝ちを尽くし、ね、ベテラン栗山のね、逆転代打ツーランホームランも素晴らしいし、ね、西武ファンの皆さん取ったらもう快感に、今年一番快感に近い勝利だったんじゃないかっていうね。あとやっぱり気になるのが、前の試合でも言ったけども、この8回表ね、2アウト1塁から清宮の打席でね、今井の冒頭ワイルドピッチ、ね、ここも結局古賀が膝つくの早いから横に動けないからもう手で行くしかないから手で行くじゃんね。だからこういうのを日頃からやってるからクソ大事な時にミスるんだよね。俺はこれはもうね早く修正した方がねいいんちゃうかっていうぐらいね、もうあからさみに技術が低下していく、もったいないっていうね、ところはやっぱり横の動きがねできないんだよ。正面は強いよ、ね、そういったところではこれはもう完全に古賀のミスバッとっていうところだと思います。まあ、前の試合からね同じようなことだけどもね、まあ、結果西武はね本当に素晴らしい逆転勝ちでした。西武対日本ハムも1日の試合6対5西武のサヨナラ勝ちということで、2日連続のドラマティックなサヨナラ勝ち。西武このカード2勝1敗で勝ち越し、日本ハムカード負け越し、まあ、ロッテもバタバタしてるからね、まだまだちょっと余裕あるっていうところで、日本ハム先発北山ね6回84球5安打6三振2四球1デッドボール3失点と良かったけどね、一発に泣いたね。ね、で西武先発竹内5回3分の197球6安打3三振1四球3失点っていうところでね、ここ最近ねちょっと負けがね、3戦連続負けが続いててね、5失点6失点2失点でこの試合も3失点だけど自責で1だからねミス痛かったよね。この初回ね、先頭水谷フォアボール、ここでね竹内がボーク、これボークなんやろな、肩入ったってことなのかな、あんまりボークような感じせんかったけどね。でここでね、ノーアウト2塁からね石井のサードゴロ、ここファースト本山3塁送球ナイス判断素晴らしかった、しかし悪送球、完璧投げてたアウトだったのにね。でノーアウト2、3塁清宮三振するけども、ワンアウト2、3塁から4番レイエスが、ショートへねタイムリー内野安打で1点先制で、郡司のところで隅田にパスボールバッと、バッテリーエラー多すぎ小川も含めてね。で上川端が、センタータイムリーヒットで2点先制で、6回にもねレイエスのホームラン、レイエスクッパっていう調子3対0、このまま日本ハム勝つと思ったけどね、その中で6回裏ね、ワンアウトから滝沢のフォアボール、結局これ痛かったよね。で西川がラストスタンドでツーランホームランね、で3対2まだでも1点勝ってるけどね。でまた佐藤フォアボールで、平沼ライト前ヒットで、その先アウトになるけども2アウト1、3塁から元山がねライトにタイムリーヒット打って同点。結局このフォアボールね痛かったね。西球北山ねいいピッチングしただけにね。でも9回表ね、日本ハムはピッチャーアブレイユから先頭松本フォアボール、ストレートどっちも一緒やね。でタミヤ送りバントを決めて浅間アウトになるけども、2アウト2塁から水野で清宮連続タイムリーで2点5対3、これも終わったなとね思ったけどもね。しかも9回裏ね柳川が上がって最近調子いいで、また先頭長谷川フォアボール、結局フォアボール試合やね。でここで代打山村三振で、西川ライト前ヒットで、佐藤三振で、2アウト1塁で、ここで平沼フォアボールで、代打栗山また2試合連続いっかっていうところで押し出し、粘って粘ってね、で最後フォークボール見逃して、あれ振らへんね栗山は、逆方向無意識してるからね。
で、ツーアウト満塁からね、ピッチャー柳川から池田に代わって、元山がね、センターオーバーのタイムリーツーベース、サヨナラ勝ち、元山、クッパッティ。この試合ね、ヒット、元山が、5打数4安打3打点、クッパッティ。ね、初回のミスを帳消しです。ね。っていったところで、まあ、フォアボール痛かったね。日本ハムの投手陣、7四死球だからね。あ、8四死球か。8四死球痛いよね。ね、西武もね、4四死球。だ結局フォアボールがね、失点につながった、ね、両チームともにもったいない試合展開だったね。まあでも結局ね、西武は2勝1敗の勝ち越し、ね、いい形のものがね、出してるんじゃないでしょうか。広島対ヤクルト、7対0で広島の勝利ということで、広島先発大瀬良、7回111球、1安打5三振、3四球無失点でグッペッチ。ね、その後森浦、堀江、松本つないでね、完封勝利。ヤクルトはもう1安打だからね、これもうね、無理よ。初回先頭の長岡がライト前ヒットを打っただけだから。もう2回以降ノーヒットだからね。まあ、ここでね、だからこのね、ツーアウト一、二塁、初回ね、チャンスを作って押すのはね、サードライナー。これいい当たりだったけどね、正面ついた。これがもう一番のキーポイントだね。もう結果的にね。で、広島は4回裏にね、末金のタイムリー。これ末金ね、その前の打席ね、インコースのカットスライダー気味のやつを見逃し三振してるところでね、多分インコース意識してたんだろうね。インコース厳しいところだったけどね、しっかり引っ張り込んでツーベース。ね、で、矢野もね、レフトにタイムリーヒットを打って2点。で、5回にはね、菊池矢野の連続ホームラン。で、これだけで終わらずね、まあ、オスナのね、エラーもあり、ね、フォアボールとかもありながらね、小園の犠牲フライ、そして末金の、タイムリー内野安打っていうところでね、もうダメ押してっていうね。で、ヤクルト先発ね、高橋奎二、ここまでね、ちょっと2連勝してね、いい感じだったけども、6回3分の1、105球、7安打7三振、1球無失点っていうところで、いや、俺は悪くなかったと思うけどね、フォームのバランスも感じよかったし、まあ、強いて言うならば、ね、まあ、変えるタイミングが遅かったっていうね。正直、矢野にホームラン打たれて帰ってもよかったよね。それは仕方ないよね。まあでもここはね、来年に向けての教育もあるからね、そう投げさせたっていうところもあるけども、でもフォーのバランスはね、どんどん良くなってきてるから仕方ない。で、これストライクゾーン投げていくとね、それ打たれる確率上がるけどね、もう高橋家じゃそっからだから。フォアボール1個でしょ。十分十分ね。まあ結果的に広島打線に捕まったっていうだけで、俺は内容の感じ的には悪くないと思う。結果がね、繋がらなかっただけっていうね。でも大瀬良でね、ここからしっかりね、勝ちを上げて、ね、6勝3敗。こういいね、大きい感じ。ね。やっぱこれね、カープが勝っていくには大瀬良で勝ち星を上げる。これがね、大事になってくると思います。7対0、広島の勝利。グッゲームでした。広島対ヤクルト、1日の試合、5対1で広島の勝利というところで、広島先発、玉村、8回115球、6安打6三振、2四球1失点、グッピッチ。ね。村上もそうだけど、左バッターにもインコースちゃんと投げてね、しかも制球もよくね、あれ素晴らしかったね。いい形でね、内外のね、コンビネーションも使えてね、でその後栗林が1回をね、抑えてセーブというところでは、ナイスピッチング、だったと思います。ね。で、ヤクルトはね、先発高梨、5回89、5安打6三振、1四球2失点、まあ粘ったけどもね、まあ、その中で広島はね、3回裏、ワンアウトからね、ピッチャー、田村センター前ヒット、こういうのが痛いよね。で、その後、秋山にフォアボール。で、ノーアウトにするけども、ツーアウト2塁から、小園のね、先制のタイムリー、2点タイムリーヒット、2点先制。で、6回にはね、小園、先頭ね、セカンドゴロ、北村がファンブルっていうね。で、末金アウト。で、坂倉がね、レフトにツーベース。で、ワンアウト2、3塁から、堂林三振するけども、矢野がね、センターオーバーのランニングホームラン。2試合連続ホームラン。クッパッと。ね。まあ、センター前進してたからね、まあ、そこはもう仕方ないな、勝負だからね、仕方ない。で、まあ、5対0になって、で9回にね、オセラのタイムリーヒットで1点返すけども、まあ、ヤクルトとしたらもう完敗だね。カープはここに来て2連勝大きいね、しっかりね、こういった今、最下位のチームに勝っていくっていうのも大きいし、まあ、逆にね、ヤクルトはね、ヒットは出るけれども、連打が出ないっていうところでは、まあ、完璧にね、もう完敗ってとこかな。まあ、結局ね、カープの、2勝で勝ち越し。ね、この2勝は優勝に向けて大きいと思います。阪神対巨人4対2阪神の逆転勝利っていうところでね、巨人勝ってただけにしかも統合で負けるのは痛いっていうね、巨人先発統合5回3分の2 98球6安打9三振1球1デッドボール4失点サッテルの3ランにやられるっていうね。で阪神先発再起6回92球8安打4三振無四球2失点っていうところで結局この四死球の違いなのかっていうね。で巨人はね初回ワンアウトからね浅野ツーベースでボンテスがタイムリー岡本大城がね連続ヒットで続いてワンアウト満塁から吉川のね、タイムリー内安打で2点目
で、ワンダウトもあり、なおもここで伊豆口ね、ライトフライ、これで、ね、ホーム浅くて帰ってこれずっていうところで、ここで3点目ね、取れるうちに取っとかなきゃっていうね。しかも2回もね、戸郷丸とね、連続ヒットでノーアウト1塁、ここから浅野モンテス岡本ね、1本出ずね。まあその前の打席も浅野持ってるしね、キーポイントプレイヤーだから、ここで送りバントはまあないよね。それこそ結果論になっちゃうよね、流れ的にね。だから1回2回、だからジャイアンツに一言、取れる時に取らないからこうなる、徹底的な試合ですね。でまあこのままね、試合進んでいってね、阪神もね、戸郷に完璧に抑えられてる中でね、4回ね、2アウトからだからね、ね、森下センター前ヒット、大山デッドボール、結局このデッドボールしたかったよね。で2アウト1塁から触ってるね、ワインドワンからアウトコースのストレートをね、左中間に3ランホームラン、サトテル、クペット。でもここ一つ気になるのが、外サトテルに内だったら分かんねん、正直。外ストレート、ちょっとちゃうかっていう、だってもうサトテルの攻略法ってインコースのストレートと落ちる球じゃん。それなのに外ホームラン、ちょっと納得いかへんな。根拠聞きたいね、正直ね。でその後もね、ここで3点で終わらずに、前が梅野の連続ヒットで2アウト1塁からね、木浪のセンター前タイムリーヒットっていうところで、2アウトからね、デッドボール挟むけども 1,2,3,4,5 連打でね、4点阪神集中だ、グッエニーね。で4対2ね。で、7回にもね、チャンス作るけども2アウト1塁から岡本が1本出ずね。で8回、9回とね、抑えられてゲームセット。巨人としては投稿で負けたのが痛い反省だね、痛い反省だし、あのサトテルの外は本当気になるね。まあでも日曜日ね、どうなるのか、もう巨人は負けられない、前の広島がね勝って 0.5 ゲーム差、まあ最後までねなるけどもね、やっぱりね戸郷大瀬良でね勝ち星落とすとねきついからね、巨人は落として広島が勝ったっていうね、まあ今後ねどうなっていくのかね。で、あの中日対 DeNA はねもう中止なんでね、3連戦っていうところです。阪神対巨人、1日の試合、3対1、巨人の逆転勝ちっていうところで、巨人先発菅野、7回110球、7安打3三振、無四球、1失点、5ページ。ね。しかも雨で雨天コールド、7回コールドゲーム。ね。阪神先発西、6回3分の1、102球、6安打3三振、1球3失点、踏ん張ったけどね。まあ、阪神ね、初回、ワンアウトから中野センター前ヒット。で、ワンアウト1塁から森下のセカンド、ショートゴロ。これ6-4-3ダブルプレーだったんだけど、これまあ多分、台風の影響もあって、グラウンドコンディション悪いんだろうね。いくら整備してもね、イレギュラーして弾いちゃってね。まあでもあれをね、球際強くなるかどうかが、いや、うまいなって言われるかどうかのね、ところだからね。ダブルプレーだったところで、ね、取れず。で、ワンアウト1、2塁から大山はね、ライトでタイムリーヒット。でもその後ね、ワンアウト1、2塁から佐藤三振、前川ね、センターフライト、菅野もなんとかね、踏ん張るけど、阪神先制ね。で、巨人ね、で、西氏も調子良かったからね、1回、2回、3回と完璧に抑えられた中で、4回ね、ワンアウトから岡本がね、スライダーね、思いっきりね、体重踏み込んでね、フェンス直撃、右中間のね、ツーベース。で、ワンアウト2塁から大城がね、レフト線へタイムリーヒットを打って、同点っていうね。で、阪神もね、2回三者凡退、3回三者凡退、4回もね、先頭大山出るけどもね、あと続かずっていうね。で、ここでもね、ワンアウト1塁から前側のファーストゴロね、3-6で門脇、ファースト約束球、2個目のエラー。ね、まあこの前のやつは、まあ、エラーになってるよ ね、そこもエラーになってたけども、2個目のエラー、あその後ね、2アウト2塁からね、梅の甘めのね変化球センターぐらい、これ仕留めたかったね、まあ、ここはね菅野がよく踏ん張ったっていうところもあるけどもね、あと5回もね2アウトから近本中野が連続ヒット、2アウト1、2チャンス作るけども森下がライトフライでね1点取れずっていう中で、7回表ね先頭 大城レフト前ヒットで、ここで、ダイソー増田、もう雨も強くなってきたからね、もう絶対1点取らないと引き上げが終わっちゃうというところでも勝負出たね、阿部監督は9回並みのね。でここで吉川セーフティーバント内野安打セーフグッパンと、しかもこれをねサードサトテルが慌ててファーストに投げてバッターランナーの吉川に当ててエラーノーアウト1、3塁、まあ、ナイスバントだったけどね、しかも雨も降ってたけどね、このミス痛かったね。でノーアウト1塁3塁から門脇セーフティースクイーズファール、次スクイーズファール、おっと角脇祭り、守備でもミス、バントもできん、しかし4球目どん詰まりだったけども内野前進してたからセンターに抜けて勝ち越しタイムリーヒットね。でなおもノーアウト1、3塁から小林のセーフティースクイーズ、これね3塁にしたのね、ファーストだったらね大嫁めっちゃスタート良かったのよ、でファーストだったらひょっとしたらねアウトだったかも分かんないところ、あれをねサードにするっていうねアイディア、クッとねで成功してねセーフね、3対0
で次菅野がスリーバント失敗、ここきっちり決めてもう1点いきたかったよね。まあ追加点取れなかったけどもね、でも7回裏にね、しっかりね、菅野が抑えて3対1で、ここでね雨天コールドゲームっていうところではね、小林の三塁へのセーフティースクイズ見事だったね。あれも大事だね、三塁側もね、必ずファースト側にやらなきゃいけないこともないからね、ダッシュしてたら三塁側ね、あの素晴らしいアイデア。あと門脇はね、なんとか守備のミスをね最後食らいついてね、セーフティースクイズファール、スクイズファールだからね、まあ、なんとか挽回できてよかったと思います。クパッと、ね、まあ、阪神ね 1勝1敗、巨人も1勝1敗、まあ、2連敗しなくてねよかったかなっていう一戦でしたね。さあということで今週のベストナイン発表していきましょう。まずはパリーグからピッチャーオリックス宮城、やっと本領発揮です。キャッチャーオリックス森、しっかり打ってます。ファースト日本ハム清宮、ずっと打ち続けます。セカンドオリックス太田、怪我から復帰後打線爆発。サード西武平沼、こちらも一軍復帰してから打線好調。ショート日本ハム上川畑、昨日は守備でもナイスプレーもありました、攻守に活躍。レフトオリックス西川、2試合連続4安打素晴らしい。センター楽天辰巳、コンスタンスに打ってます。ライト楽天小郷、ね、チームは負けてますけど辰巳小郷は打線は好調。 DH 日本ハムレイエス、清宮とレイエスが調子悪くなった時のハムが心配。リリーフオリックスマチャド、もう守護神です。ついでセリーグピッチャー広島大瀬良、ガッページ。キャッチャー広島坂倉、もうオールスター期からすごい。ファースト DeNA オースティン、2試合しか打ってしてないけどしっかり打ってます。セカンド DeNA マーク、こちらも打ってます。はい、サード巨人岡本、坂本が出れなくなっても岡本のサードは大きい。はい、ショートヤクルト長岡、タイトル取るぞ。はい、レフト巨人モンテス、ヘルナンデスの穴を埋めてます。はい、センター広島秋山、まだまだ元気。ライト阪神森下、積極性あります。リリーフ広島栗林、安定的守護神。といったところでね、まあどうなるんだろうね、まだまだ分かんないね。あとパリーグの3位争いがギュッとなってきたけども、どこも伸びていかないね。その中でまあ月曜日はね楽天とオリックスまだありますけども、次のカード巨人ヤクルト、だからこれは巨人はもう今最下位ヤクルトに負けられないね。もう欲を言えばね、3連勝したいところだね。で DeNA 対広島試合間ね、あ、じゃあ DeNA 試合間ね、ここどうなんだろうね。でも DeNA もここでね一気にいったら A クラスあるからね。阪神中日ここは負けられない。だから今週も火水木は A クラス対 B クラス、これは落とせないね。うん、続いてパリーグね、オリックス対西武火曜日ね、でソフトバンク対日本ハム、ここはもう日本ハムね頑張っていきたいね、奇跡の逆転をかけてね。で、水曜日次ロッテ対楽天は木曜日までないんだ。で木金土なんだ、すごい。あ、木金土日あんだ、すごい変則だね。だからロッテは月火水試合ないんだ。で木金土日楽天との、これどうなるか分からへんね。一歩間違ったら A クラス B クラス、これはもう最後の正念場の戦いだね。まあ、皆さんねまだまだ楽しんでいきましょうね。諦めないで佐々木チャンネル、皆さんシーズン終盤までしっかりお付き合いください。それではまた。